始まった。相方さんは、女性バイオプレイヤー、屈指のド S 嬢、JU さんです。ちなみに、設定とかではなく、本当に女性です。これは有名ですが、ここのドアを、3回調べると、こうなります。非常に扱いづらくなりますが、もう一度調べれば元に戻るので、心配ご無用です。JU さんがアイテム回収してるのに、中の人はこの視点を楽しんでいます。この視点になるのは、知っていましたが、やったことなかったんですもの。おお、なんだか新鮮。気分は、初代に戻ったような感じだね。あ、お願いします。2階のドアが開いたね。これで、クリアに一歩近づきました。あ、ついでにスコアアイテム取っとこう。あ、ほんとだね。気づかなかったよ。はい、ただいまそちらに参ります。キー、ごめんなさい。ご覧のように、非常にド S な方です。私は、ド M ギアいや、なんでもありません。ナイフ祭り、特に、意味はないですが何か？なんか空から降ってきたね。怖いので、JU さんにお任せ。あ、ぶち切れていらっしゃる。ゾンビとか、マジになんかが、とても可愛らしく見えてしわごめんなさい。私の投稿した、ワールドアットウォーシリーズの動画をご覧になった方は知っていると思いますが、私のエイムのクソさは半端ないので、攻撃は主に、JU さんが担当です。私はさながら、動く壁、いわゆる、肉のカーテン、伊達に、ゴリラと呼ばれてませんから。はい、取らせていただければと思っております。あ、どうぞどうぞ。そこの弾薬、いただいてもよろしいでしょうか？はい、いただきます。ダイナミック入室。JU さん、ストレス溜まってらっしゃるのかな？はい、その通りでございまする。スコアアイテムゲットを。次は、私ごめんなさい。素晴らしいナイフさばき。そのうち、ナイフ一本で、家ごと破壊しそうだね。あ、マグナム落ちてる。JU さん、いかがいたしましょうか？はい、それでは、こちらに置いておきまする。私は、読み物おば。うんうん、ふむふむ。なるほど、そうかそうか。むむむ、そういうことだったのか。どうやら、かゆくてうまかった、という物語らしいね。すごくいいお話だった。今年の芥川賞は、この本で決まりだと思います。理論は認める。さあ、初の、夫婦共同作業。痛い、冗談なのに、グーで殴らなくても。でも、ちょっと気持ちいい。はい、すみません、すぐ向かいますー。ゴリ、じゃなくて人使いの荒いお方だね。でも、そこに、萌え萌えなんですってよ、奥さん。死者を、冒涜しちゃいけないね。JU さんにバレたら、間違いなく、車輪客食らっちゃうね。はいはい、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 はいはい。ドアを開けてくださったので、通らせていただきますよ。もちろん、大丈夫でございます。なんせ、てげてげなものですから。うん、JU さん、この絵が気に入らないみたいだね。お手伝いします。ハンドガンパンパン。あれ？穴が開かない。きっと、折り張る根でできているに、違いない。てってけてー。イエス、マーム。この、筋肉ナイフに、お任せあれ。まあ、力任せに振ってますから。キュウリくらいなら、一刀両断ですよ。共同破壊。これなら、ナイフ一本でもいけそうじゃありませんか？
コアアイテム、ゲットだぜ。ありがたく頂戴いたしまする。あ、倒しましょう。我々の勇姿を、見せつけるいい機会ですからね。共同破壊、これならいける。敵なんぞ、JU さんの華麗な攻撃と、この私の筋肉の壁で、粉砕してくれる。ピアノ演奏です。確か月光という曲だったね。わあ、なんか変なのが来た。それでは戦闘開始。回復も使い切って、弾薬も少なめ、全トタなんだね。本当ですか？どれどれ。おお、これなら、いけそうですね。いやいや、とんでもございません。ちょっと、確認してみたいなという気分というか衝動というかそういうものが何か込み上げてきてですね。だからまあつまりなんでもないということでありまするー。これをはめて、開け、ごま。まあ、そういうお年頃なんです。つい言ってしまうんですのよ、おほほ。イエス、マーム、お待ちしていまする。これ、男なら、誰もが通る道ですよね。いえいえ、私が見ていたのは、履いているズボンのブランドですよ。ははは。あ、疑っていらっしゃる。私は、変態ではありませんよ。マンダムなジェントルメンでございます。神のようなものを手に入れた。はい、何でもお持ちいたしまするー。ここから、ダイニングルームまでは、移動してるだけなので倍速しますよし、これを燃やして、黒焦げにするんですね。ははは、失
滴る男の汗、素晴らしくないですか？すみません。パスコード、ゲットだぜ。イエス、マーム、地獄の果てまでお供いたします。すみません。うん？どうしたのかな？え？まさか？そんな、やめて。ということは、プロじゃなかったら、私は燃やされていたんですね。なんという、ドエスっぷり。だが、そこに痺れる、憧れる。はい、間違いなくそうじゃないかと思ってましたよ。では、檻の中に戻ります。パソコンパチパチ。知能の高い、ゴリラですね。ふむふむ、なるほど。ほほう、そうきたか。やや、これは。オープンザ、ドアー。とりあえず、我が輩は猫である、というとこまで読みました。習慣完了。やっぱり、檻、いや、お家の中は落ち着くれなんだー。鍵を壊すんだったね、あれかな？よし、姉を、やりましたぜ。え？どういうことでございましょうか？なんだか、嫌な予感しかしないんだけど。あ、コアアイテム、リローディン。姉を、開けてください。感謝してますー。だから、ここ開けましょうぜ、姉を。いやいや、やばいんですってば。もう針がそこまで。うひー、そんなこと言ってる場合ですか。主人公死んだら元も子もないんですよってわー。ごめんなさい、許してちょんまげー。あ、開けてくれた。さすがです、姉を。感謝の言葉を述べておこう。大事なことなので、二度言いましたよ。ただいま確認いたします。足音は聞こえないね。そっちに来てませんか？って、おわあ、正面におります。姉を、ここは一つ、巻いて逃げましょう。逃げるのも、戦法の一つですよ。いやいやいや、死ぬとは限りませんから。この部屋におびき寄せて逃げたいです。でも来ないな。あら？本当ですか？おらー、嘘つきー。でも、ギリギリ逃げられた。目玉の親父も、さすがに追いつけまい。挑発祭り、開始。へへへ、ざまあ、目玉の親父涙目。あ、姉子が真っ先に逃走。待って、待って、追いつかれちゃう。ははは、来れるもんなら来てみやがれー。ざまあ見さらせー。さあ、気も済んだし、そろそろ。行きましょうぜ、姉を。あ、はい。なんか嫌な予感がしますけど、回させていただきます。クランクグリグリ、グリグリ。それでは、開けてくださいませ。え、やっぱりですか？いや、わかってたんですよ。わかっちゃいるけど、やめられないんです。やめられない、止まらないんです。カルビーなんです。いや、いけないんですってば。あ、お願いします。いえ、無理であります。それも無理であります。あ、どうも。げー、ひどすぎるー。痛い、でもちょっと気持ちいいは。いかん。何かに目覚めてしまいそうだったよ。いや、そんなコマンドありませんから。それは、カプコンさんに言ってください。なんというギリギリ、ドSにも、程がありますよね。わかってます。だから、開けてくださいませんか？あ、やっと開けてくれた。サンクス。それでは、レッツラゴー。というわけで、第1回目はここまでです。こんな感じでずっとグダグダが続くわけですが、やってる本人たちは大満足です。JU さんは、ミクシーの、アホバーサスというコミュの管理人さんでもあります。一応、中の人も所属してますよ。コミュ内の方が挙げた、ネタ動画なども面白いので、
ぜひ覗いてみてくださいね。以上、ヒムカがお伝えいたしました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。前回からの続き。とりあえず、第一関門は、突破しましたね。ここから、スコアアイテムを狙いますよ。あ、英雄さんも狙ってたのね。すみません。リローディン。私のリロード癖は、使用です。はい、大根は、あくまでもイメージですよ。それに、ド M と決まったわけでもいい、ごめんなさいすみません。あ、実際、前回の動画を上げた後に、英雄さんから、編集頑張ってね、ド M 大根さん、ハート、みたいな、メッセージをいただきましたが、それが中の人のことを指しているわけではない、と中の人は思っていることを弁解しておきます。あ、いや、時々、頭に電波的な何かが飛んでくるんですよ。つまり独り言なのでお気になさらずに。そんなことありませんよ。マンダムなジェントルメンは、レディーファーストですし。はい、今すぐに、どうぞ。あ、はい、差し上げるご用意はできておりまする。すぐに参ります。これをどうぞ。うん、今、何か言いましたか？そうですか。では、私が先行いたします。ふふふ、英雄さん、かわいいな。いえいえ、お気になさらずに。今のも、電波ですから。そういえば、いつもなら、階段登ったとこにいるはずなのに、いないですね。きっと、恐れをなして、逃げたんですよ。ははは。では、ヘルプミー。ゴリラ式バックエルボー。今のは、さっきの仕返しですか？一応、お礼を言っておこう。あ、当然ですが、今のやつに捕まっても、ダメージはないので、わざと捕まってますよ。お互いに、真面目にやる気は、最初からゼロですので、説明してたら、目玉の親父が、なぜか、我々の来た方向からやってきたので、本日の第一試合、開始。
んな、ボコッと殴っただけで死ぬなんて、思いませんでした。あ、はい、了解です。はいはい、これは間違いなく確信犯ですね。一応、弁解を聞いておきましょうか。要するに、ゴリラの顔と態度が気に入らなかった、ということのようです。弁解は、罪悪と知りたまえ。気を取り直して、サイドバトル開始。やった、またやりました。私は死にかけたけど、JUさんは無事なので、役割は果たせたんじゃないかな？まあ、そうおっしゃらずに、多めに見てください。あ、はい、了解です。さて、敵はどこかな？上ですか？ちょっと、見てみます。キョロキョロ、キョロキョロ。こっちかな？いや、いないな。どこだ？うわぁ、びっくりした。背後から来るなんて、卑怯千万。あぁ、助けてー。JUさん、ヘルプミー。なんてことに、ならないようにしましょうね。今のは、我々の高度な技術によって死んだように見せかける、いわゆる死んだふり、というやつであって、死んでいません。信じるか信じないかは、あなた次第です。ちなみに、戦闘中の BGM が品切れなので、今回の戦闘では流しません。FF は、8と9のサントラしか、持っていないんです。あ、はい、その通りであります。私の頭の上には、電波受信用の旗が立ってますから、詳しくは、私のプロフィール画像をご覧ください。ちなみに、立っている旗は、宮崎県の旗です。JUさん、全く聞いていなかったようだね。今のは、説明です。何がいいのか、わからないけど、ここは突っ込まないようにしておきます。ちなみに、こいつが生きているのには、深いわけがありますよ。どう深いのかは、最後に説明します。これはチャンスだね。撃つべし、撃つべし。大失敗。ここは、一旦退却しましょう。私も同じです。キリ。ここは、私が引きつけます。JUさんは、裏に回ってください。おーおー、ナイスショット。殴って援護します。戦闘中の、私の空気っぷりは異常だね。ほら、見てるだけ。JUさん、一人で倒しちゃったよ。クリスは、やっぱり空気だね。さあ、参りましょう。敵がいないと分かってれば、怖いものはありません。私はチキンではなく、ゴリラです。あの、略さないでください。よし、私がこれを回して鍵を取る。すみませんでした。JUさんがクランクを回すと、嫌な予感しかしないね。あれ？前にも同じことあったような。何これ？デジャブ？あ、予想通り。レッツゴーとか、可愛らしく言ってもダメです。さあ、ここを開けなさい。ああ、どっか行った。待って、待って。せめて、バナナを置いてから行ってください。食べるものがないと、生きていくのは厳しいんです。世の中不況なんです。助けて、助けて。助けてもらえなかったら、次のパートはここでずっと独り言だね。あ、JUさん、開けてくださいませんか？あ、あの、聞いてますか？せめて、返事くらいお願いします。ひどすぎるー。
これはきっと、勝手にドジっ子属性を追加した私に対する、復讐ですね。しかし、私はマンダムなジェントルメンなので、お礼は忘れません。男はいつでも、紳士たれ。JU さんが何やら怒っていますが、ジェントルメンは気にしないのです。さあ、アイキャンフライ。少し映像が乱れましたが、気にしないでください。ここからは、敵を振り切って逃げます。なぜ逃げているのかは、いつか明らかになると思います。ジャンプして、箱を破壊、ハンドガンの弾が出ました。JU さん、どうぞ。声が小さくて聞こえません。皆さん、これがツンデレですよ。いい、ごめんなさい。了解です。JU さんにもエモエにされた方、もう病気ですよ。私は治し方を知りませんので、ググってください。まあ、ググって治ったら、本当に病気ですけどね。そうこうしてるうちに、うまいことこっちに来たので、回って逃げます。わはは、目玉の親父がまあ、悔しかったらこっちに来やがれー。うん、なんですか？うわ、登ってきてたのね。JU さんに気を取られてる隙に逃げます。さようなら。あれ？了解です。ゴリラの体重って、重いんですよね。というわけで、今回はここまでです。比較的うまくいった部分をつなげていますが、実際は何度も死んでいます。NG 集は、最後にまとめて作る予定ですのでお待ちください。途中で編集データが飛んでしまったり、中の人の体調不良なんかが重なってしまい、アップが遅くなってしまいました。申し訳ないです。またちまちまと編集やっていきますので、応援してやってください。動画の進行状況なんかは、Twitter 上で時々つぶやいてますので、どうしても、気になる方はどうぞ。それでは、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。次回の動画で、またお目にかかりましょう。